三代目桂米朝11月6日から2015年3月19日は落語家。本名、中川清出林、三下がり括弧、戸林。配合は88。所属は米朝事務所。現代の落語界を代表する落語家の一人で第二次世界大戦後滅びかけていた情報落語の継承、復興への功績から、 情報落語中高の祖と言われた。旧関東州大連市生まれ、兵庫県姫路市出身。1979年に、手塚山学院大学の非常勤講師を務めた。1996年に、落語界から二人目の重要無形文化財保持者に認定され、2009年には、園芸開発の文化勲章受賞者となった。若い頃から、甘崎市無この層に在住し、 道長の発展や景観維持などにも貢献していた。結び菓子は、桂米町一門の縄文である。1925年、関東州大連広志蘭店に生まれた。4歳の頃に、宝天へ転居。実家は、兵庫県姫路市の旧所五両天神社の新職であり、祖父の死去に伴い、父が1930年に実家を継承するために、 一家揃って、姫路に帰郷した。米朝自身も上行前に、周囲の勧めもあって、神職の資格を取得しており、落語家になる前には、実家の神社のネギを務めたこともあったという。幼少時代から、落語や老曲に親しみ、父や演芸好きのおじに連れられて、西花月邸や南地花月にもよく通っていた。旧制姫路中学卒業後、1943年、 大東文化学院進学のため上京。在学中、作家であり落語、寄席研究家でもある、正岡博士主催の珍しい落語会を見たことを機に、正岡に入門。正岡はじめ門の一番弟子となった。正岡を通じ五代目昇福帝昇格や、大阪の映画監修の息子であった、ヤクラエツオと知り合いとなった。 1945年2月に王将し、入隊するが急性腎臓炎に倒れて、3月には地元の陸軍病院に入院。三田の療養所に、定員の後、8月12日に退院し、姫路の実家で太平洋戦争の終結を迎える。この頃、疑問で病院に訪れた立花の窓かとと出会うことになる。大学には復学せず、神戸市の神戸生活用品商事で、 会社員となり、一回の落語愛好家として、落語会や素人落語の上演会を主催するなど、情報落語復興に力を入れていた。矢倉が三代目、勝ツ米之助となったことが縁で、後に師匠となる四代目勝ツ米ベをサムに教えを、こう機会が生じた。この時に、高津の富を教わる。やがて、死。 正岡の今や伝統ある上方落語は消滅の危機にある。復興に気候の生命をかけろとの言葉を受け、本格的に落語家を志すようになり、1947年9月に会社勤めをしながら、米団治むに入門。三代目、桂米長を名乗る。一旦勤めをやめて、米団治む宅のうちで主となる者の,の親戚から、出席を受け、 姫路市内の広畑郵便局員として一年ほど勤務した。その後、市、米団治の市に会い、落語のみに精進することを決意する。恵比寿橋小地区で、初舞台後、長年戦土地工業に所属し、千日劇場を本拠に、道頓堀角座や梅田花月に出演したが、1968年3月以降は、フリーとなり、ホール落語、独演会。 一門会を中心に活動するようになる。ラジオパーソナリティを務めていた近畿放送の天壇ゴールデンリクエストの縁で1966年7月16日、初の独演会、米朝スポットショーを京都府立勤労会館で開催。その流れで10月25日に現在でも続く、桂米朝落語研究会をスタート。1974年、 千都知時代の担当マネージャーを社長に、末芸能事務所米朝事務所を設立。現在一門の多くがここに所属する。1958年頃には朝日放送専属となり、放送タレントとしても、1960年代以降は、はい。土曜日です。お笑いトンチ袋や、味の招待席、数お亭など、多数の番組に出演して、大人気を博した。 一方で、落語研究家としても活動を行い、文献から発掘したり落語界の古老から聞き取り調査をしたりして、一度滅んだ話を多数復活させている。彼によって復活した演目としては、三段の平米、風の神送り、八橋船などがある。また、情報文化の交流を深める、情報風流を1963年から結成し、情報風流を発行。 入門当時には、水尾を着たしていた、情報落語の復興を願い、共に、情報落語四天皇と称えられた六代目、小福帝昭格、三代目桂勝良文枝、三代目桂春段寺らと、東本清掃して尽力した。現在の情報落語の流星は、米朝、昭格らの功績であるというのが、注目の一致するところである。一言に、東本清掃といっても、 地方においては昭和40年代であっても、なお、落語に対する理解は低く、米朝が講座に上がって落語を始めても、客からは何を一人で喋ってるんだ遊んでないで早く落語を始めろ。と、ヤジが飛んでくるありさまだった。地方における落語の一般的認知は、複数の演者が舞台に上がり問答で笑いを取る大喜り。 演芸テレビ番組の焦点が落語であると、その程度の認識であり、その苦労は並大抵のものではなかったのである。1987年4月29日、四十報賞を受賞する。1988年には、情報落語協会の選挙で一旦は会長に選出されたが、 当時相談役に退いていた米朝は今更会長になる気持ちはないと辞退したため、米朝会長は幻に終わっている。四天皇としては唯一会長に就任していない。1996年、落語家では五代目、柳谷子さんに続き二人目、情報落語会では初の重要無形文化財保持者に認定される。また、2002年11月3日には、 演芸人として、史上初の文化功労者検証を受ける。2009年3月、医師から脳梗塞と診断され入院し、7月27日にも脳幹出血と診断され入院したが、いずれも軽度で済み、早期に活動復帰している。同年11月3日、演芸人として史上初の文化勲章受賞者となった。 2013年1月の米朝一問会を最後に講座から遠のき2013年8月肺炎のため入院10月に退院するも再び入院し2015年3月19日19時41分肺炎のため死去89歳だった送り名は中川清夫と名。指名。四4月17日に日本政府は3代目米朝が 情報落語開発展に尽くした功績を称え、没ッ日に遡り、十三味に追上することを閣議決定した。墓所は、姫路市の名古屋山霊園内。同志名誉市民として、同霊園に築かれた名誉市民墓は、上から見ると、米の字をかたどった形に、石が配されている。朝日放送社員の松本昭蔵が、香川都市長、三田淳氏と共に、米長に対し、 三代目の死後秋名石となっていた、カツラミの襲名を提案した。米朝の芸風や風貌が二代目に似ているとされることがその理由だった。やがて、三代目ミキの師匠であり、落語芸術協会の会長であった六代目、春風亭柳橋、三代目が浸水していた、落語協会の八代目カツ文楽、三代目の遺族、在京の格寄せの石亭、 安藤鶴を久保田万太郎、テレビ局関係者の承諾がまとまったが、八代目文楽から、襲名披露は、格座で行うこととの条件が出された。当時、格座は原則として、松竹芸能が芸人の配給や番組の編成を取り仕切っており、一方の米朝は千土地工業所属であった。当時の情報芸会の監修上、格座で襲名披露を行うためには、 長築へ移籍することが必須条件であった。この話を聞いた米朝は大きな名前が欲しいために今までお世話になってきた千と千を裏切ることは私の両親が許しまへんと断固拒否する姿勢を示した。その後、柳橋と文楽を呼び寄せて話し合いの場が設けられるなど米朝への説得が続けられたが松本の朝日放送大社などで襲名計画は 立ち消えとなった。米朝自身は著書で文楽さんにも私にも知らされていなかったが襲名を条件に私をある工業会社の専属にしようという計画だった三木助の名前で誘い込もうというのである。それを知った途端に私の思いは冷めたと回想している。その後三木助の名跡は三代目の実施が四代目を三代目の 孫で四代目の老いが五代目を襲名した。なお、米朝は四代目に稽古をつけていたことがある。結局、米朝は改名、襲名を生涯を行わなかった。ありがとうございます。